はい、皆さんこんにちは、ミトガラチャンネルのミトです。ということで今回は恐竜章の、スキル説明と恐竜章スラーク装備について皆さんに紹介していきたいと思います。スラーク使いじゃない人も、スラーク使いの人も皆さん参考にしてみてください。では行こう。はい、今回説明するね、恐竜章ちょっとね、結構いやかなりややこしいスキルなので順を追って説明します。皆さんコバサスに聞いてください。はい、でこの最初のステータスをねちょっと覚えておいてほしいんだけど、攻撃力330、属性値竜属性42、会心率 30% です。この数値ね覚えておいてください。はい、で恐竜章というスキルはね、まずこんな風にモンスターに接敵すると発動します。発動した合図としては左上にね紫色のがあると思うんですけど、これが恐竜章になった証です。はい、で今回は、装備の説明より先にねスキルの説明をします。でスキルはね全体的にこんな感じになっています。で恐竜章の説明をしていきます。でこの恐竜章の説明をするにあたってまず理解してほしいのが今回の恐竜章の流れです。でまずファーストステップ、さっきみたいに第一のステップはモンスターに接敵すると、でモンスターに接敵すると恐竜章が発動、プラス地中に勝つが発動、プラス逆恨みが発動します。これがファーストステップです。はい、でセカンドステップは恐竜章の克服プラス災禍転覆の発動です。はい、で3つ目のステップが恐竜章の克服のみが発動するという流れになってます。この3つを狩猟中にループしていくのが今回の恐竜章のこのスキルの魅力というか説明ですね。これを頭に入れて今から言う話を聞いてください。第1のステップ考えてください。もしモンスターに接敵しました、で恐竜章が発動すると恐竜章レベル3では攻撃がなんとプラス20されます。で地中に勝つレベル3が今回入ってるので、地中に勝つが発動すると攻撃力プラスさらに20されます。それで逆恨みレベル4を今回採用しているので、これでまた攻撃力がプラス20されます。要するに第1のステップで攻撃力がなんとプラス60されます。めちゃめちゃ強くないですかこれ。マジでわかりやすく言うとモンハンライズのバルファルク一式の装備に似てると思います。それぐらいこのスキルはめちゃめちゃ強いです。はい、セカンドステップの説明をしていきたいと思います。セカンドステップは恐竜章克服プラス災禍転覆です。で恐竜章克服すると体力の赤ゲージが全て回復し会心率が上昇します。でこの恐竜章の克服って何ですかっていう話になるんですけど、それはね今から説明するので見てください。はい、それではね恐竜章の克服について説明していきたいと思います。で恐竜章を克服するにはある程度ダメージを与える必要があります。いきます。まずはダメージを与えます。でミトガラの肌感覚的に2000ダメージから3500ダメージぐらいの間で克服できます。お、克服したね。克服するとこんな感じで左上の紫が消えます。今3300ダメージぐらいで克服できたかな。はい、で克服プラス災禍転覆の発動時のステータスはこんな感じです。で克服するとですね、会心率プラス 25% されます。これは恐竜章レベル3の効果です。で第2のステップで克服すると最初の30秒間は災禍転覆が発動します。災禍転覆レベル3の効果はこんな感じです。攻撃力プラス18、属性値プラス4で状態上蓄積値を 1.15 倍すると、これかなり強いです。このね30秒後あると恐竜章克服のみだけが発動します。で恐竜章克服から恐竜章再感染までの時間は1分30秒です。ですのでこのセカンドステップの1分30秒の前半の30秒が災禍転覆と恐竜章の克服になります。これがセカンドステップですね。で残りの1分間が3ステップ目の恐竜章克服のみのスキルとなります。恐竜章克服ののみだと会心率が上昇するだけです。でこのね恐竜章克服の3ステップの時間は1分間ですね。前半の30秒がさっき言った通り災禍転覆が発動しているので、3ステップ目は1分間克服時のみの状態になります。その時は会心率プラス 25% です。
今回採用したスラークがシャガルマガラのスラークです。で、これは回心率 30% あるのでプラス 25% されると 55% になります。それに伴って弱点特攻が入っているの で素の武器の回心とお供の強化方向で弱得が入っているので、回心はね結構 100% 超えるんじゃないかなと思います。それに伴って回心撃属性が今回入ってくるのでかなり強力なんじゃないでしょうか。で、技物レベル3もついてくるので切れ味もね結構気にしなくていいのでそこもいいんじゃないかなと思います。で、スラークなので今回は高速変形レベル3を採用しました。まあ、スラークじゃない武器の方はここはね違うのに変えてもいいかもしれません。はい、で頭からねもう全部シャガルマガラの装備です。で、使っている装飾品は左の方に書いておきます。はい、で花結はねゼッカの花結、そして五石が高速変形レベル2のスロ2、スロ2、スロ1を採用しています。ぜひ皆さん参考にしてみてください。で、怪異化のねモンスターを倒してる人はここのスラークをねより強いスラークに変えれると思うのでそこはね皆さんお好みで変えてみてください。皆さんいかがだったでしょうか。これで一応ね恐竜章の説明と恐竜章のスラークの装備紹介を終わりにしたいと思います。もしね、わからないこととかあったらコメント欄でよろしくお願いします。まあ、恐竜章スキルめちゃめちゃ強いから、まあ、この装備もね、結構参考になるんじゃないかなと思います。で、本当はね、スラークとかより双剣とかの方がかなり強いと思うので、双剣使いの人はこれめちゃめちゃいいんじゃないかなと思いました。はい、本日の動画は以上になります。ぜひね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さらば。